ちょっとその前にちょっとみんな触れないのみたいになると思うんでちょっと喋るんですけど、A ちゃんね、退職するということで、ですね、まあもうなん どれくらいですかね、祭りが入ってからだから6年くらいずっと一緒にねやってまして、 A ちゃんは7年いたんですけど、いやー、まず7年同じさ職場にさ入れるってすごいなって祭りは思うのね、まあ、6年でも自分すごいなって思うから、なんかこうやってなんか本当になくてはならない存在だった A ちゃんが、ね、退職ということで、まあでも A ちゃんがね本人が決めたことなんでね、あれなんですけど、いい方向にね A ちゃんの人生がいい方向に進んでいってくれたらいいなと本当に心から思いますね。めちゃめちゃ寂しいですけど、まあでも縁が切れるわけじゃないから、祭りたちホロメンとかはねやっぱ、連絡先も知ってますから縁が切れるわけじゃないんで、まあ今後はやっぱこうスタッフとタレントっていう関係じゃなくて、ある意味ね本当に友達としての関係をね気づいていけるのではないかなと思うので、まあ寂しいけどこうやって仕事で一緒になれないっていうのはすごい寂しいけど、別に縁が切れるわけじゃないから、そんななんかあれだね、そういう意味での心配はみんなにはしてほしくないなと思いますね。仲良く今後もやっていこうと思いますのでね、そうそうそうって感じでございます。まあでも表でこう絡みが見れないっていうのはファン的にはめちゃめちゃ寂しいなと思う気持ちもわかるんでね、まあでもアーカイブとかもね全部残ってるからね、過去のやつとかね、ホログラとか A ちゃんがいっぱいモブやってるから、ホログラをねいっぱい見返したりとか、そういうのもいいかもしれませんね。はい、という感じの、まあ寂しいし悲しいけど A ちゃんの人生が今後明るくなることをね願って、はい、笑顔でね送り出せたらいいなと思っておりますというお話でした。ということでね、そんな感じで今日は犬になります。こいつにゃ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 、わわわわ